こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。え、オーストラリアアマゾン、先日広告が始まりましたという話をして、ただし、ブランド登録した人だけが対象ですと言ったんですけど、こちらのね、え、エンロールやブランド、ブランド登録した人用のスポンサードブランド、それから普通の広告、スポンサードプロダクツが始まりました。これで、 ま、新人のね、作ったカタログが、なかなか、えー、出品し、えー、購入者の目に触れないという問題が解決できます。だからね、eBay とかに制約あるんだけど売れないとか、ね、まあ、なんで売れないんだろうと、あんまり売れないと、もっと売れてもいいはずなのにというような商品ね、あの、広告使うと売れる可能性があります。何しろ、えー、リコメンドシステムが未熟なんで、この広告を うまく使うと、えー、リコメントシステムの出来の悪さをカバーできると。そして、この広告運営、ね、ちょっと手間かかるんで、えー、多分ほとんどの出品者しません。えー、まして、えー、自己発送の出品者はまずこんなの使わないと。ね。えー、だから、えー、自分だけしか、えー、出品者いない FBA カタログ、ね、そこにこのスポンサードプロダクツを使うと、まあ、非常に効果的です。 まあ、マニュアル作ろうと思ったんですけども、始まったばかりでね、マニュアル作るよりも、あの、そのままチャットワークでナビしちゃいますんで、これはあの、サポート、種別に関わらず、ね、マニュアルサポートでも、チャットワークサポートでも、もちろん個別サポートは、まあ、普段通り個別でサポートしますんで、もう、広告使いたいですという方はね、この画面のキャプチャー、あるいは、ここでコンティニューを押した画面キャプチャーを送ってください。まあ、そこからね、商品何を載せるか、どういう風に設定するか、 個別にナビしますでその個別にナビした結果をねまたマニュアルに盛り込みますけど、まあ、何しろ、えー、昨日今日始まった仕組みなんでねこれをうまく使えるとグッ、えー、と他の出品者に差がつけられるそしてオーストラリアのね、えー、市場規模はでかいなのにアマゾンのシステムがね、えー、まだ未熟なんであまり売れてないという問題がねこの広告機能 使うと一気に解決する可能性が高いんでこの広告ううままく作ってて販売ししいきましょう広告使いたい方、もう納品している商品があってね、えー、あんま売れてないなという方は、まず広告を使って売れるか試しますんで、えー、この広告設定方法をナビします。コンティニューボタンを押して、えー、画面キャプチャーを送って質問してください。ご質問お待ちしています。以上、Amazon エストサポーター、堀秀夫でした。